古より緑あふれる世界、この世界はネバーランドと呼ばれ、人々は天界に暮らす精神コリーヤと地上を治める大魔王ジャレスを恐れ敬いながら時代を重ねてきた。魔導世紀994年、カイゼルウォーン地方で死者の群れが人間の村を襲うという事件が起こる。この事件の報告を受けた大魔王ジャネスは事態を重く捉え、娘のヒロを原因解明のためカイゼルウォーンへと向かわせた。